ください。冒険するダンジョンを選んでください。どなたが挑戦しますか？決まりだな。準備 OK。 準備はよろしいですか？マスター、任せてください。一緒に頑張ろう。てっちゃん、これでよしと。あ、水瀬さんだ。あんなところにしゃがんで何してるんだろう。キャッハ、ジュリちゃん最高。この部屋も罠だらけにしてやったわ。あのいい子ちゃん、いい加減目障りよね。庭園を枯らした犯人さんなのにみんなにチヤホヤされちゃってさ、こんなの納得できないもん。今まではほんのちょっとだけ優しくしてあげてたけど、もうおしまい。この先の部屋には罠をいっぱい仕掛けてやるわ。それにハマって全部バーになる暁ひなたをみんなに見てもらうのよ。最高の笑い物にしてあげる。ジュリちゃん、自分の力で野望を実現させるの。邪魔も手助けもさせないわ、誰にもね。罠だって。もうジュリちゃんったら、ここから先は慎重に進んだ方がいいかもしれないわね。あら、私は烈火の精霊、この聖堂を守護する者。フローラちゃんその4だ。もうあんまり驚かなくなってきたね。あんたらに聞きてえことがある。最近聖堂内が荒れてんだが、あんたらの仕業じゃねえよな。荒れてるって？ゾの部屋も罠だらけになってやがるんだ。ほう、どうやら心当たりがあるようだな。許さねえ、燃やす。違う違う、私たちの仕業じゃないよ。私たちこの聖堂に入ったばかりですし。本当だな。本当です。ひとまずそういうことにしといてやる。だが覚えておけよ、この聖堂に悪さするやつは私が叩きのめすからな。あらあら、大変。水瀬さん、精霊様に見つからないといいけど。闇の力が強まっていく。闇の力が強まっていく。大きくなるのはそれそれ、当たれ。しまった、見えた見えた、やっ闇の力が強まっていく。そ私の波動は止められん。これはしまった、見えた何見えた。しまった、何なるのはしまった、言えなく見えた、ちょっと見えた見えた見えた。レベルアップだ。なんだとしまった。闇の力がほぐれる。闇の力もだいぶ癒されている。ん？どうした？恥ずかしい。やめろ。ん？どうした？恥ずかしい。これで準備が整った。闇の力が強まっていく。ちょっと胸が見えた。これで鑑定を始めます。行くぞ。まだなのか。まだなのか。これでどうだ？はあ。ねえ、そういえばさ。さっき水瀬さんが言ってた野望って多分コンサートのことだよね、お姉様。そう、今年の文化祭に大庭園で開催する予定のね。あの子何ヶ月も前からコンサートの準備して、毎日毎日遅くまで残って練習して、ベルフルール女学園は格式が高いお嬢様学校だからアイドル活動なんてっていい顔をしない生徒や教師もいたけれど、そんな心ない言葉も跳ねのけてたった一人で頑張ってきたのだから、大庭園が枯れた時あんなにショックを受けてたんだ。でもだからってひなっちーのせいにするのはひどいよ。そうね、コンサートの会場が台無しになったことはひなたちゃんのせいではないわ。ただあの時の樹里ちゃんはきっと誰かのせいにしないとやっていけなかったのよ。うん、床に置かれたアイテムならこの値段で買い取るのさ。ありがとうなのさ。店にあったアイテムを買うとこの値段になるのさ。ありがとうなのさ。いつでも寄ってみるのさ。見えた。はあ、ちょっと見えた。レベルアップだ。はあ見えた。はあはあ、いけ、当たれ、いけ、当たれ、やっ、はあ、見えた。しまった、こいつ滑るぞ。私に任せて。これでどう？これでどう？あ、それ、あ、えい。精一杯戦う。これで鑑定を始めます。激しい。もっと頑張らないと。ダメ。やった、できた。これでいい？私に任せて。レベルアップよ。えい嫌な感じね。これでどう？それそれよっ。少し気分が。少し気分が。それそれえいあえい成長しちゃったあそれ嫌な感じね。それ嫌な感じね。それそこレベルアップよ。あっ、それそこそれそこそれあっ、それ床に置かれたアイテムならこの値段でありがとうなのさ。店にあったアイテムを買うとありがとうなのさ。もう買うとこの値段ありがとうなのさ。それ成長しちゃった。それまたいつでも寄ってみるのさ。どれをご入りな。あまりそこを責めるな。何か面白いのか？どこ触ってやがる。はあ、どこ触ってやがる。これで元気いっぱいだろ。あそこにいるのって水瀬さん？お、踊ってるみたいですね。もしかしてコンサートのリハーサル？こんなところでも練習なんて頑張り屋さんね。本当にどうしてもコンサートを開きたいんだ。コンサートの意味はよくわかりませんけど、ジュリさんとても楽しそうです。そうね、あの子は歌と踊りと自分が一番になることと誰かを楽しませることが本当はとっても好きな子だから。大庭園絶対復活させなきゃだね。あなたたちまさかあれだけの罠を越えてきたの？それにお姉様じゃなくてゆりちゃん、まさかあなたまでそいつの味方に。水瀬さん、人のリハーサルを勝手に見てんじゃないわよ、バカ！聖堂を出て行っちゃいましたね。水瀬さん待ってよ。それじゃあ私たちも一旦聖堂から出ましょうか。そのじゃんけんであたしといいことしようぜ。行くわよ。あたしに勝てるかな。じゃんけんファイト。そんなバカな。やったわ。やるじゃないか。簡単だったわね。なんで追っかけてくんのよ。聞いたよ、水瀬さんがコンサートを開こうとしてるって。だから何、あんなとこでリハーサルをしてたチョリちゃんを笑うつもり？笑わないよ。じゃあ何、コンサートのためだけにあなたを責めたことを怒る？くだらないと感じるかもしれないけど、チョリちゃんにとっては大事な野望なのよ。わかってるよ。ただ水瀬さん、それは野望じゃなくて夢だよね。は？私、水瀬さんの夢を応援するよ。大庭園必ず復活させようね。何よそれ、マジであいつ意味わかんない。いい子ちゃん発言ばっかりでムカつくのよ。チョリちゃんの気持ちがわかるわけない。コンサートはチョリちゃんだけの夢なんだから。それにしてもびっくりしたのです。アンベリール女学園のクオン理事長がまさかリンカの妹だったとは。むしろ逆な感じがするのですよ。リンカの方が妹みたいなのです。何を言う、私はこれでも立派なお姉さんなのさ。リンネも普段はしっかりしているかもしれんが、私には頭が上がらないのさ。そうなのですか。あれ、ちょっと待つのです。あの理事長の姉ってことは、リンカって今何歳なのです？そうそうパイ、あんたには聞きたいことが山ほどあるのさ。ごまかされたのです。妖精の存在は本当に貴重なのさ。ぜひ研究に協力してほしい。まずオメガパワーのことを教えてほしいのさ。あのパワーの成分は、発生条件は、わからないのです。ではあんたたち妖精はどういった条件下でこの世に誕生するのさ？さあ、聖堂の構造が入るたびに変わるのはなぜなのさ？これもオメガパワーの影響かもしれないですね。そんな不明瞭なことばかりでは全く研究の役に立たないのさ。まったくリンネめ、学園の理事長なら妖精にもしっかり教育しといてほしいのさ。だいぶ無茶なこと言っていますが、凛花は面白いお姉ちゃんなのです。姉妹が揃ったらどんな会話をするのか、ちょっと見てみたいですね。行きたい場所が皆さん。